はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバタの動画撮ろうと思います。ということでね、前回4周年のね、ユウスケ・クワガラのガチャをとりあえずね、50連だけ引いてみたんですが、まあね、ちょっと追撃したい気持ちもあるんだけど、その前にね、チケット消化しようかなと思っていまして、でね、今まではね、あのプレミアムガチャの中身と、普通のガチャチケの中身、同じでね、ここにも最新キャラ入ってれば入って、ガチャの方からも出るという状態だったんですが、まあおそらくね、そこは変わらないと思うので、もしかしたらね、ユウスケ新しいやつね、出せるんじゃないかなと思いつつね、まあ 0.025% というところもおそらく同じであろうということを考えると、チケットから出すのはね、なかなか厳しいかなと思いつつ、ポイントガチャちょっと回そうか。やっていこうと思います。はい、とりあえず、最初のポイントガチャは、ダメですね。はい、じゃあ本命の、ガチャチケ行きましょう。さあ143枚あるので、まあ3、4枚星5出てくれたら嬉しい。屋根がある、矢印青、オーラ中くらい。さあどうでしょう。トグロチームカットインが4までですが、うん、空振り。はい、次行きましょう。さあ、森に来てしまう。これはオーラもない。ちょっと厳しいね。なんか、絡むな。カットイン3、あん、カットイン3だけど来た。オッケーオッケーオッケー。本日初の、お、2枚抜き。あ、しかもこれあれじゃない？アンネークラマじゃない？アンネークラマね、俺、クワガラにつけたかったんだけど、まだ、潜在解放すらしてなかったんだけど、あ、見据えるアンネ、やっぱりアンネークラマだ。これね、多分ね、クワガラと相性いいと思うんだよね。あの、4周年の。で、もう一人もクラマと。なるほど、これは、ちょっと、一回ね、試運転で攻撃パとよ、あの、万能パ作ってね、戦ってみたんだけど、あんまりね、活躍させられなかったので、このクラマをね、潜在解放して、クワバラにつけてもう一回やってみましょう。後で。あ、よかったよかった。これは何も収穫がない状態ではなかったので、これだけでもね、結構嬉しい。オッケーオッケーオッケー。さあ、そして連続で来る。まあ、二枚抜きしてるし、三体目ですね、これで。ああ、しかも水着ボタン。オッケーオッケー。これも割と嬉しいキャラですね。しかもまだ100回以上引ける。屋根がある。オーラ中くらい。さあ、どうだ？さあ、ライゼンフレンズカットインが3、4。4までか。しかし、来ない。そうか。今日なんか場所がいい時に限って来ないね。さあ、まだ100回以上引ける。オッケー、場所がいい。でもちょっと今日は場所が良くても、おっと、オーラ中くらい。さあ、どうだ？場所が良くても出ないジンクスを覆す。よーし。さあ、さあ、さあ、さあ。何が来ますやら。おー、2枚抜き。ん？これなんだ？あ、あれだ！正月のクラ、正月のあの、陽子。おお、よしよしよし。で、もう一人、これはね、最近弾いたので覚えてる。あの、忌み子の日へ。そうだね、幼き盗賊ね。はい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 。忌み子のって言うと、あの、包帯ぐるぐるの方をイメージしちゃうか。お、場所いいね。オーラ中くらい、さっきと一緒のパターン。これも2枚抜きできたらかなり嬉しいが、トグロチームカットイン3、4。来ないか。はい。次行きましょう。さあ、森に来てしまう矢印黄色、オーラが中くらい。さあ、これは、どうだ？おー、ないか。ちょっとカットイン4まで行くと少し期待してしまうんだよね。さあ、屋根がある、オーラ中くらい。
このパターンでね、空振りと2枚抜き両方今日してるから、お、裏飯チームカットイン3、4、どうよ。あー、空振り。さあ次行ってみましょう。残り60ってことは104。おお、虹矢印、嬉しいね。オッケーオッケー、折り返してはいますが、結構星5自体は出てるかなというのと、まあ見せるアンネクラマが、かなり収穫かなと個人的には思ってるので、っていうかあれか、正月の陽子も出てるからかなりサポート運がいいね今日は。お、2枚抜き。これなんだろう、なんかちょっとヒントがこの辺にポツポツ出てるのは、多分なんか放射状に何かが広がってるんだろうね。おっと、スルーしたヒエをここで引く、それはそれであり。で、カラスですね。なるほどなるほど。あ、スルーしたヒエをチケットで引いてくるのはかなり嬉しいわ。まあ、ユースケ・クワバラもね、重なるでしょう、これ。重なるっていうか、まあ、出ることが、なんとなくね、今まで通りだろうなっていう予想ができたね、これで。まあ、ヒエ、そうか、そうか、なるほどね。まあ、そんなこと言ってる間に星5、新たにゲットしましたよ、ということで、お、これは何だろう、これ、あれか、サポートの、あ、違うか。獅子若とタッグのやつかと思っ、ああ、合ってた、合ってた、よかった。獅子若のね、触覚が見えてたので、多分獅子若かなと思いつつね、ちょっとなんか鈴木の頭じゃねえだろ、この形って思ったら、裏のオーラだったっていうね。シルエットクイズやっぱ難しいね。あんまり弾けてないキャラに関しては。さあ、あと40枚。今日はなかなか屋根があるね。お、屋根ありのオーラ台は何気に初めてじゃない？ずっと屋根ありオーラ中で来てたから。で、ライゼンフレンズカットイン5まで来る。今日本当に星5出る日だな。ガンガン行こう。そしてサポート運がいい。これは誰だろう。んー、ちょっとスキップが邪魔で、シルエットがね、全部見えてませんが。あっと、あ、ハロウィンくらい、あ、ハロウィンヒエのね、メインの方俺持ってなかったんだよね、確かに。サポートの方は持ってたんだけど。ということで、今日ヒエ初ゲット2つ目。なるほどね。なんか、ヒエとクラマがよく来てるね。さあ、そしてサイド屋根がある。オーラがない。オーラなしはちょっと心細いね。はい、カットインもゼロ。カットインゼロはダメだわ。まあ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 。星4すらなし。まあ、星はあってもね、何の意味もないんで、構わないんだけど、そこは。さあ、森に帰ってくる。矢印黄色。オーラも、ない。さあ、ハゲさん。これは出ないでしょう。さすがにこれで出たらね、なんか演出意味あんのかって思うからね、逆に。さあ、ラスト10連。半端の3も引いちゃおうと思うので、もう1回は引きますが、10連はね、これがラストですね。おっと？まさかの、あー、ないか。まさかのが来るかと思ったけど。はい、半端3枚も引いちゃいましょう。まあ、ただのガチャチケで盛りだし、3枚しかないので厳しいかなというところですが、オーラがでかかったので少し期待していく。ないか。はい、これで普通のガチャチケは終了。星4以上も行きましょうか。なんか今日結構星5サポートがよく出てる。なので、まあ、なかなかね、いい日な気がする。こちらは27枚ということで、まあ、10連2回と半端7枚ですね。屋根がないオーラき、オーラじゃない、矢印黄色オーラ中。さあ、カットイン2か、厳しいな。結構ね、星4、確定のやつは、あ、星4以上確定のやつはね、星4なので、演出がいいというパターンもあるので、屋根がある、オーラがない。さあ、どうだ？カットインゼロは無理だね。ちょっと星4以上の方は、今回空振りですね。はい、謎の2ペア。次行ってみましょう。半端7枚。
屋根がないオーラがある霊界までぶち込んでやるぜからどうだ、カットイン3で、うん、外してるね。はい、ということで、星の十チケはね、ちょっと空振りでしたが、普通のガチャチケからね、かなり、サポートだったり、4周年比叡だったりね、引けたので、かなり当たりの日だったかなと思います。こちらも引いちゃいましょうか。5% チケ12枚。さあ、屋根がない矢印黄色オーラ中。さあ、ここから 5% を引き当てるかどうか。うん、なさそう。ちょい外しましたね。はい、半端2枚引いちゃいましょう。いけ。さあ、来い。お、屋根はないがオーラある。さあ、ライゼンフレンズカットイン2。はい。ここまでで、とりあえず確定でないものは終わりですね。確定チケも引いちゃおっか。どうしようかな。6枚。6枚、メイン1枚、サポ1枚。多分ね、このメインチケの方は、最新キャラまで入ってないような気がするんだよね。普通の星5確定では、入ってると思うんだけど、なので、このメインチケはちょっと引いちゃいましょう、先に。はい、これに関しては確定なので、何が出るかですね。さあ。カットイン2でも来るときはあると。こういうのをね、普通の時に引き当てたい。さあ、誰ですか？え、これ誰だ？あ、あれか、いつきの、あー、やっぱそうだね。これ岩だね。なるほど、なるほど。純悪ね。純悪の断り、いつき。はい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 。なるほどね、と。まあ、なんとも言えないところを引きましたねっていうね。外れとも言えないけど、みたいな。そしてサポ確定引いちゃいましょうか。さあ、青で盛り。これで、オーラなし。この演出で星5確定なのっていうね。カット1ひどいな。すごいな。これで来るんだっていう。まあ来るのが確定なんだけど。あー、正月食うからね。オッケーオッケー。これはあり。まあ B ランクなんでね、すぐにランクアップはできませんが、使ってるとこなので良しとしましょうという感じかな。さあ今日ね、結構ね、サポート運良さそうなので、星5確定6枚も引いちゃいましょうか。いきます。さらにはね、ヒエも引いてるから、ユウスケ・クワバラもチャンスあるんじゃないかなと。さあどうだ？シルエットクイズ。はい、左下の板チョコは、ウェディングの、ジューンブライドの、稽古ですね。で、下の真ん中は夏目ですね。これはクラマだけど、この植物、ん？なんだっけ？真ん中これ比叡だな。攻撃、横一列に攻撃する心の比叡だね。攻撃タイプの。で、これはなんか、ユウスケ、うん、ユウスケではないか。なんだこれ。ちょっと見慣れないシルエットだな。そして、右下はどうですかね。右下もちょっとわかんないぞ。わかってるのは、この3、4人かな。さあ、最初なんだろう。あ、持ってないのか。それはわからん。なるほど。あ、これあれだ。万能のムクロと一緒に来た演技だ。あれ俺弾けてないんだよ。で、この横一列の比叡でしょ？横一列っていうか、縦っていうのか。三人ね、攻撃するやつね。で、応援クラマか、これ。で、稽古で、夏目で、最後なんだろう。あー、やっぱ持ってないやつなのかわからんシルエット。そしてムクロ来る。オッケーオッケー。さっき言ってたこの演技と一緒に来たムクロっていうのはこっちじゃなくて万能技のムクロの話なんだけど、その時のガチャもね、これもね、ちょっとタイミング的に霊石なくてスルーしてたので、結構いいとこ引いてきたね。
という感じでね、今回は結構チケットガチャの運が良かったんじゃないかなと思います。まあ、アンネクラマとかはね、あの4周年の、桑原とね、ちょっと合わせて使ってみたかったので、この後ね、またそういう感じの動画とかもね、撮っていきたいかなと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。